こんにちは、ちゃまちゃまです。やっと町内会で危ない中高年に認定されました。わー、今日はまた業務スーパーの冷凍焼き鳥を焼きます。そして新しいですねレシピをですね公開して食べてみようと思います。それでは焼いていきよう。まずはネギマを2本焼いていきます。両面にね、両面はい、両面に振りますよ、軽く、いい感じに焼けてますね。今日のトッピング、ご飯ですよと生わさびを混ぜていきます。混ぜね、最初は、ご飯ですよとわさび、ご飯ですよわさび、うん、いいと思いますよ。美味しそうですね。非常に美味しそうですね。はい、じゃあいただきます。これすごい、ピリ辛、すごい鼻にツーンとった。結構ねわさびをいっぱい入れました。美味しい、これすごいわさびの鼻にツンとくる感じが涙ものですね。美味しいです。次は食べらをトッピングしていきたいと思います。乗せるって感じだね、これね。うん、やつがいいかな。ポロポロじゃなくてね、うん、食べられるの油が少ないの。そうね、油がね、多いやつの方が乗りやすいよね。うん、ダイヤース。これはね、すごい大人の味がする。おいしい、食べな。はい、じゃあね、次のねトッピングは、ハニーマスタード味ね。ちょっとこれね、興味津々でしょ。つぶつぶマスタード入れます。はい、うん、まあ適当だね、これお好みだ。うん、片方だとダメだけど、私は混ぜるのが好きだから混ぜてます。次はちょっとだけ練りごまね。本当にちょっとね、ほんのちょっとなの、隠し味なのね。うん、あ、本当にちょっとだね。あ、まあそれは今ちょっと好きだね。こんなもんなの。こんなもんなんだ。うん、いるかいないかわかんないぐらいで、すごい差が出る。でも味がこう、きつく感じ。で、蜂蜜をどれぐらい入れるのかな。ちょっとなの、蜂蜜。ハニーっていうからいっぱい入れるのかなと思ったら。ちょんちょんで。え、本当にちょっとなのね。これ白ワインビネガーね。そう、練りごま硬いからね、ちょっと混ぜてくださいね。まあまあ好みの味に合わせてくださいね。好きにしてください。はい。
はい、それではですね、次は、ハニーマスタードソースをつけていきます。うん、美味しそうだね。もうだって香るよね。うん、いや、いいんじゃない、そんなもんじゃない、はい、ハニーマスタードソーストッピング完成です。はい、はい、いただきます。酸味が効いてる。いや、ほんとにこれで今回すごいいい焼け具合なの、実は。これ本当にこれおすすめで、酸味がやっぱ強いから、塩コショウをねちょっときつめでもいいかもしれないかな。もう少し、まあそれもお好みによってなんだけどね。あとね、ごまが隠し味で今切ったじゃん。ごまで味の深み、コク、また真面目なこと言ってる。でもそうなの、それを入れるのと入れないの全然違う。大間違いです。もう本当全然違いますからね。ぜひお試しください。塩生姜ですって。それと、ね、お漬物コーナーに売ってました。それと長ネギを混ぜて次はトッピングしたいと思います。あ、いいね。はい、これが今度は塩生姜とネギのトッピングだね。おお、豪快に塗ったね。豪快に乗せてましたね。あ、でももうそこで生姜の香りがすごいプンプンしていやがる。あ、美味しそう。美味しそうだね、うん、これはね、うまいはずだよ、これは。じゃあ、どう？ウキウキ、ウキウキ、ちゃまちゃま。これ、ほんとにこれうまい、これ。ホイティング？うん、やばい。白髪混じりの親父が。ほんとにこれうまい。これは絶対試してほしい。これは試して、この塩生姜に長ネギトッピング。長ネギトッピング、うん、これごま油垂らしても全然いけると思うから。そう、なんかね、ごま、まあまあ、でもまあさっぱりしたけど、うん、あ、焼くときにちょっとごま油垂らしたらいいかもね。時点だね、課題だね、うん、うまい。コンロの隣に置いてあるうちのバジルを使ってバジルソースを作ってトッピングしたいと思います。オリーブオイルを適度、うん、ね、これはあれですか、バジルもしなかったときは大葉とかでも大丈夫ですかね、シソとか、ね、大葉、シソ、エゴマとかね、エゴマね、うん、まとまったね、はい、パリルストのレモンジュース大丈夫、まあレモン汁もね、お好みに合わせるですね、ポッカレモンでもいいよね。ガーリックパウダー、そう、あ、でもこれはうまいよ、これやばいよ、これは。バジルソースをトッピングしてイタクリアンス。まずそのじゃあトッピングの方よろしくお願いいたします。もっともっともっと無理にして、
バジルソースをネギにしてネギにしてどう？美味しそう、美味しそう、あわあわしてる、緑緑もしてないね、うん、では、イタクニャンス、うん、うわー、うん、うなってるこれね、うん、もうちょっと塩コショウを強くした方が美味しかったね。ただバジルでやるって時はもうちょっと塩コショウを強めにした方が、あ、そうね、あとは焼く時に強くするか、もしくはこのバジルとオリーブオイルとレモン汁混ぜたのにクレイジーソルトとかちょっと入れればいいかも。そうだね、うん、でもこれね、すごい、はい、来たね、これも来てる、うん、おいしい、これうまい、うまい。